はいどうも、ロティアです。はい、えーと、こんばんはと。めっちゃ寒いな <laughs>。昨日もそうだったけど、めっちゃ寒いな、今日もね。はい。えーと、土日終わりまして、月曜日ですね、今日ね、27日から。はいもう、ほぼほぼ、あのー、まあ、ほぼほぼって言ったら、まだ、一応まだ3日ぐらいあるんだけど、まあ、えーと、11月もほぼ終わってるから、まあ、寒いのは当たり前っちゃ当たり前なんだけど、マジでこんな寒いんかなっていう。 その12月あのさあの、まあ、1月とか2月とかまあ12月とか年末とか例えばもうほんと20日ぐらいとかさぐらいになってさもうそのクリスマスの時期が近くなってきて寒いっていうのはまあ当然わかるんだけどさ何かね俺の感覚的に11月のこの時期とか、まあ、12月の頭ぐらいとかってそんなに寒いイメージないんよね。いやそその多分それも あの何か活動してて外で動いててちょっと厚着しててしかもまあ厚着してるのもあるし俺の体を動かしてるのもあってなんかそ,のそこまで寒さを感じないのかなと思ったりしてるからそ,のそうじゃなかったら普通に寒いんだなこの時期でもっていう <laughs> あの別に部屋とかでさそんな厚着しないじゃんダウンジャケットとか着ないしさコートとか着ないじゃんだから別に普通にさあの長袖のロン,ロンピーしか着てないから。 まあ上になんか着りゃいいんだろうっていう話なんだけどさなんか部屋でそんなに着るのも嫌じゃんそんなゴワゴワするしさめっちゃ寒いなっていう <laughs> はいえっと今日はまあこれ今日ではないのかなまあでも今日だよね発表されたの多分昨日とかだったかもしれんあ昨日か昨日だよねなんだけどあのまあねそのまあそもそもえっとこの三毛猫さんがね あのボイソーレっていう VTuber プラス VTuber の声優さんの箱かなっていうところでまあそのに所属するっていうのがまあ結構前にまあ言ったらこの側この三木ナコさんのこの側ねピンクのこのピンクルシアみたいな側 <laughs> が公開された時にそれが発表されたはずなのでその翌日かなんかに発表されてるんでまあ結構それ自体は前から発表されてるんだけどやっとねなんかあの。 実際にその声優さんというかそのまあアニメの,その声を担当されるっていう形になって、まあ、それ記念で昨日配信をされてたんよねあの YouTube の方でねそのツイキャスはねほぼ毎日ぐらいやってらっしゃるんだけどあの YouTube の方でやるってなると結構、まあ、ゲームやったりとかそういうのが多いんだけどなんか普通に昨日はあの手元配信みたいなあの実写でね えとまあなんか料理かなんか作りながらまあたまにやるんよね料理も結構得意な方なんでまあそのルシアちゃんの時もそうだったけど結構その上手にやってらっしゃるんであのまあなんかあのなんだろうお菓子作ったりとかよくやされてるんよねあのバレンタインとかだったらチョコ作ったりとかしてるからまあまあそういうのが記念でねやってらっしゃったんだけどまあねあの結構ねあの各界の著名人というかあのまあ 当時の,そのニコ生界隈の人たちとか村真子さんとかねあの辺の人からもうなんかおめでとうみたいな声をいただいてたんだけどみケりこさんがねまあもともとねその当時の活動の時期からそもそもがねそういう声優さんになりたいっていうその声優さんになりたいというか声優さんとしてのことをやりたいみたいな声を担当したいみたいなのをそもそもねおっしゃってたからね。 まあルシアちゃんもそうだと言われればそうなんだけど実際その VTuber 自体がその声優さんがやってることが結構あるんで、まあ、元声優さんだったり現声優さんだったりあのー、ねそれもうちょっと今名前ポンと出しそうになったけど <laughs> あのー、ホロライブにもねいるよねあのー、現役のね声優さんがあのー、中身をやってる VTuber もいるからだからまあある意味そうなんだけどまあそのアニメのね キャラを演じるみたいな形ってなるとまたちょっと話は変わってくるんでまあまあまあそのあらゆる意味でねその活躍をねすごく広めてらっしゃるのでまあいろんな人ともねそのコラボをしたりとかまああのまあケイソン総長とかまあ特にそうだしあのまあそれ以外でもね あのー、いろいろとコラボしたりとか、まあ、いろいろ言われつつもね <laughs>、まあイペック x の件とかもあったけどあの V 最強のこともね、まあ、ちょっとあれはちょっときついみたいな、まあ、あれはね多分そのホロ関係のこともあったからだし、まあ、それプラスなんか、あのー、その辺のなんかアンチとかが来たりなんかその。 過激ファンネル勢みたいなのが来たりとか過激リスナーみたいなのが来たりとかしてそのドンパチをやられると多分困るから来ないでってなったんだと思うんだけどまあまあそういう類のこともありつつもそのいろんな人とコラボしてねやってらっしゃるんでまあ今後もねまあ今後っていうかまあ来年からもね応援してきう今年もねもう終わりなんですよもう言うてね27日でもう12月が来るっていうんでね。 だからまあまあ来年からもね、まあもうあの生誕の時期も近いと思う。で、みけいさんね、1月1月2月かぐらいの時期だと思うんで、うん、あのー、その点も含めてね、まあ応援していきたいなと思ってます。もなかなかねそのリアタイできないんだけど、でもあのー、多少なりとも見てる。今日も今日というか昨日もあのー。 ちょっとの間30分ぐらいだけどそのリアタイさせてもらったんでミケネコさんに関しては結構見てるんですよね <laughs> あの言ってないけどミケネコさんとあとあのミクロとかは結構俺そのコメントしなくてもリアタイしてたりするんであのコメントするほどじゃないというかあの他のことし,てしながらそのリアタイしてたりするんでコメントまではチャット欄までは覗けないんだけど声を聞いてますよみたいなまあ映像を見ながらしてますよみたいなのはよくあるねはい。 まあとういうことでまあ俺からもねおめでとうということでロズティアでした。バイ。